違うけど。嬉しくない。合体ってやったのだった。食べてしまった。全部妻のものです。みなさんこんにちは、ひまわりチャンネルのまーちゃんとおーちゃんとひらぴとぱんだまもです。イエーイ。全国とワークの舞台よろしくお願いします。家族みんな楽しく見てね。はい、見てね。ゆるくゆるく。みんなジャージやん。お、なんでピロピだけなの？あれ、これ使わないの？使うよ。なんでピロピだけなの？使うの？渡されてない。渡されてないよ。渡されてない。じゃあ俺だけかな、星を獲得できるのは。じゃあつけましたね、みんなね。はい、はい、10個貯まったら商店の座布団10万円貯まった時みたいな、なんかいけるから。いけらんないけどね。わん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 。これ星っ子募集。これやめろよ、そんなシステム知らねえよ。そんなの机とかも全部学校っぽいでしょ。おう、というわけで有名小学校入試問題クイズやりたいと思います。小学校入るためのテストね。そうですよ。それが我々に出すの。はい、舐めてるんだ。有名私立小学校入る小学生舐めとんか。ちょっと待って待って、幼稚園生に出す問題でしょ。舐めとんか。舐めと。ちょっと見ない。舐めとる。なんで俺だけさ。お前ら舐められてんだよ。かかってこい。ちょっとかき回すだけかき回してさ、オチもないってやめてよ。だってオチのないさ、こんなさ急に暴れてさ、ついてくる人いる？弱い。弱い犬ほどよく吠える。今回も一番ポイントが多い人に星をあげます。はい、はい、早押しではないのでシンキングタイム1分ぐらい、全部で5問出します。あ、5問。はい、はい、1回しか答えられないとかあるんですか？ほとんどがなんか面白い回答みたいなこと言うから、こう何回でもいけるのかなと思ったんだけど。バラすなバラすな。はい、何これ。誰の手書きやこれ。ちょっと待って、これ大丈夫？ YouTube 的にこれ乳首がこれ出ちゃってんじゃない？それじゃないです。なんでみんな乳首つけてんの？あんまけなさないでください。ウーバーのスタッフさんが作ってくれたやつ。ありがとうございます。じゃあ問題いきます。私の話を聞いて答えてください。花子さんはお父さんを迎えに行きました。横断歩道で白い帽子をかぶった男の人とすれ違いました。公園のベンチにセーターを着て眼鏡をかけた男の人がいました。バスからネクタイをした男の人が降りてきました。郵便ポストの前にひげを生やした男の人がいました。駅の改札でお父さんが待っていました。この中に花子さんのお父さんがいます。どの人でしょうか？まーちゃんおーちゃんの探し絵本発売中。探してみてね。見てね。今から1分です。よーい、スタート。え、これし、真剣、ボケ、どっちどっちがどっちなの？普通にやったらいいんちゃう？ま、とりあえずおかしいよ。はい、1分終了。じゃあせーので答えを出してください。せーの、はい、はい、明らかに違う人を言っていい？はい、パパもそれ誰？この中に花子さんのお父さんいません。花子さんのお父さんはこの顔です。パパ歩き出しそうなんだけど。ケツアゴです。じゃあピロピは？モヘのモヘジお父さん。まーちゃんはそれは？トム・ブラウンみたいにここに5人のお父さんがいるぞ、合体ってやったのだって。まーちゃんの勝ちやね。なんで勝ちだったの？正解を聞いたの？ね、おーちゃん顔出したいの？なんで？それじゃあ正解発表いきます。正解はおーちゃん。あー、いや嬉しくない。マジ嬉しくない。いやだからおとんが変なふりするからだよ。もうはい、第2問クエスチョンには大か小どっちが入るでしょうか？これ分かんなかったら幼稚園生以下だよ。簡単すぎ。簡単すぎるというご意見が。分かった。お、これは父の威厳が試されるかな。こういう問題も出すんだね。カメラに向かって喋る。でもさすがにみんなこれ。こういう問題出すんだね。分かってきた。あ、分かりました。なんで噛むんだよ。それじゃあみんな答えを出してください。せーの、はい。ちょっと待って。
感じ。なんか分裂方向性が、ね、いいですか。チームなの。いや違うけど、それぞれ進行したよね。まーちゃんがほとんど進行しちゃったよ。誰から説明するの。まーちゃんから。まーちゃんから。私から。大小大小大小大まあ、だ大大ってことか。なるほどね。家族だから発想に。じゃあ次俺、はいはい、あ幼稚園生ね。幼稚園あトイレ大かな小かな痛い小大小大その後の小大小大大大便の大便です便。大か小言うとるやろ。でも中、まあ、そこにハテナには大も小も入る可能性がね、そうそうそう あるから合成されて中。そう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 。あ、でも問題聞いた？大か小どっちが入るでしょうだよ。まーちゃんはなんで大なの。小より大の方が伝わりやすいじゃん、こうやって出して。確かに小は書けねえもん、うん、なんかあんまりうまくな。中は間違いだからね。あ、中は間違い。パパは便なのね。あの大便、大パパは便だもんね。大の便可能性があるのまーちゃんだよ。これが可能性があるの。ちょっと待って、全員の回答の中でうんこに託されたってこと。正解は大です。大、なんでなのか理由が言えたら正解にします。お、え、あ、今考えるの。なんで大なの。これで間違えたら台無しになってしまう。そう、確かに大だけに。大と小は全部で何個あるでしょうか。12個だ、うん、12個、はい。それでこれ以上言ったら答えやろ。109、8、え、7、え、6、え、5、え、ちょっと待って、4、3、2、1、0、え、はい、ラストチャンス答えています。はい、正解。残念。いや、わからんって。惜しいな。こちら大と小がクエスチョンも含めて12個並んでますね。はい、これは左から1月、2月と並んでます。その月が31日以上あれば大、31日未満なら小となっています。クエスチョンの部分は8月31日まであるので答えは大です。まあ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 、最初の2問は遊びで、3問目から本気出します。はい、3問目いきます。来いや、来い来い来い、バカに来いや。こちらは画像ありません。お話をよく聞いて、ま、記憶の問題です。メモしていいです。メモダメです。 Oh my god。 おーちゃんが一人でお使いに行くことになりました。ママがクッキーを作るからその材料を買ってきてねと言いました。おーちゃんがクッキーは卵と小麦粉が材料だよねと聞いたので、ママがそうだよ、あとバターもね、チョコチップクッキーにしたいからチョコチップも忘れずにねと言いました。おーちゃんはハートの形のお財布を持ってピンク色のエコバッグを持って出かけました。しばらくしておーちゃんのお姉ちゃんのまーちゃんは、おーちゃんがお金1000円を忘れていることに気づいて自転車でおーちゃんを追いかけました。お金を忘れていたよとまーちゃんが言うと、おーちゃんはまーちゃんが届けてくれなかったらお財布空っぽだったよ、ありがとうと笑いました。無事にお金を届けることができて、まーちゃんはすぐにお家に帰りました。しばらく歩いておーちゃんはスーパーに着きました。おーちゃんはそこでクッキーの材料のバターと小麦粉、卵をカゴに入れました。合計で800円でした。お金が余ったのでおーちゃんは自分へのご褒美に板チョコを買いました。お金をぴったり使うことができたのでおーちゃんはご機嫌でした。おーちゃんは無事に家に帰りました。ママはおーちゃんの忘れ物に気づきましたが、ありがとうと言っておーちゃんを褒めました。その後、おーちゃんとまーちゃんとママは一緒にクッキーを10枚作りました。おーちゃんとまーちゃんが4枚ずつ、残りをママとパパが同じ数、みんなで美味しくいただきました。おーちゃんが持っていったお財布の形は何ですか。シンキングタイムスタート。あー、こんなんでいいの。じゃあ買える。え？買える。ママとパパはいくつクッキーを食べましたか。
帰れるの？いいの？こんな、こんな最後最後で出てきた最後の最後の大丈夫？大丈夫？じゃあどっちも答えて。どっちも？どっちも。どっちもね。いいですか？はい。せーの。じゃあ。ピロピから行ってみようかな。これ？まず財布は割れたハート。割れたハート。クッキーは3枚ずつ食べた後、もっと食べたいからスーパーで特用を買って50枚ずつ食べました。で、音はリバウンドしました。大喜利ちゃおりやけどな。これリバウンドしたね。じゃあおーちゃん、はい、財布がブロッコリーの感じ。ブロッコリー。ママとパパのクッキーの数が砕けて16枚。砕けて16枚。砕けたのか。何の動画。まーちゃん、おーちゃんの財布の形はどこでも YouTube 魂を忘れないこのグッドボタンの形の財布と、グッドボタンか。パパとママはまーちゃんおーちゃんからクッキーを強奪して、強奪、4枚ずつ食べました。強奪してるわ、はい、パパはおーちゃんの財布の形はポンチの形です。真ん中にチャックがあります。しかも目ついてる。そう、目ついてる。そしてパパが普通に美味しいから食べて食べて大小大小大大小10枚食べました。自信なさげにやるのやめてよ。ママはあ、すごく美味しい大小小大大大小小大大、ママがパパより10枚多く食べました。自分で言って自分で笑うな。そしてママが20枚です。50枚って書いてある。50枚って書いてある。あ、50枚。ちょっと、自分の回答くらい覚えといてよ。はい、全員不正解。なんで？せいじゃねえよ。完璧だと思ったのに。せいじゃねえよ。正直クッキー何枚なのか忘れた。クッキーは何枚なのか分かる人。はい、1枚。正解。勝ってるやん。次行く。次、はい、こちらも画像なしです。いいですか。また、ある駄菓子屋さんではコーラの空き瓶3本で新しいコーラがもらえます。 A 君はコーラを10本買いました。 A 君は最高で何本のコーラを飲むことができるでしょうか。シンキングタイム。それは A 君に聞きたいんだけど。俺ら分かるわけねえよ。はい、シンキングタイム終了。せーの。はい、じゃじゃん。じゃじゃん。もう聞く意味もない。いや、ピロピーから。まあこれが A 君。A 君なんでその髪型なんですか。A をイメージ、A をモチーフに。A っていうよりいいじゃね、髪型。今これ A 君飲んでる途中だから、かなり飲んでここに。あ、15本。うわー、すごい。おーちゃん、 A 君は家族のために買ったので1本も飲めませんでした。 A 君で独り占めしちゃダメなんだね。 A 君でしょ。最後に G 弟いるでしょ。 ABCDZ 家族多いもんね。ドラゴンボールみたいな。1日最大、まあ、頑張れば6リットルかな。2リットルのペットボトルの換算でいくと、まあ3本。 A 君買ったコーラで 1.5 リットルです。でも瓶のやつが2リットルな。瓶のやつって大体300とか。 A 君が結局全部飲めるって言ってた。飲んでみたらちょっと1本で十分だわ。コーラどこから意外と A 君コーラ苦手だった。ちょっと待って、コーラどっから出てんの。帰ってるうちにおかしいなと思って、もういいや、時間ないから。なんか口にさガムテープ貼られてる。そんなの気にしないの。要するに A 君はちゃんと飲みましたって。1本で。あ、1本、いや1本で十分です。この中に正解は今。答えは14本です。説明もしたくないよ、こんなふざけた。14本じゃなくない。え、3本で1本と交換できるんでしょ。そう、10本飲んだらまず3本交換できるじゃん、はい、そうだよ。3本飲んだら5本じゃない。13本になるよね。うわ、俺1個増やしちゃった、さっき消した時。僕でもう1本もらった。真面目に答えたのに。しれっと答えようとして間違えてるから、こっちももうリアクション困ったわ。いや、だから大喜利の流れなのに一人で正解しようとしてるよね。え、第5問。リス、猫、クマが持っているリンゴの半分の数を同時に矢印の方にいる動物にあげます。2回同時に矢印の方にいる動物にリンゴをあげたとき、クマが持っているリンゴの数はいくつになりますか。シンキングタイムスタート。じゃあせーの。
たじゃん。じゃあピロリから。餌とかを目の前にしてしまったクマは本能が出てきてしまって、すべて俺のものだと言ってリンゴすべてと猫とリスも食べてしまった。全部クマのものです。ちょっと待って、ちょっと、ママちゃんは、ね、私は季節的に冬眠間近だったため、クマもたくさん食料をね食べとかないといけないんで、本能が出てリンゴを16個と2匹食べてしまったという。舌タブにして食べたのかな。一緒やん、舌タブに。まあまあ、まあ、まあそうなるよね。正解だな、君たち。正解でしょ。そう、もう正解。じゃあ、おんちゃん、リンゴの数を半分にするんじゃなくて、1個のリンゴを半分にして分け合いました。最後は頭がこんがらがっちゃになって、そのまま適当に答えて、リスは3個で、猫も3個で、で、クマが7個。その中に正解は、ちょっと待って、俺の話を聞け。正解してほしい。結局、これは我々も高速交換リンゴなので、我々も高速交換リンゴなので、俺らも巻き込まれたんだけど、高速交換リンゴに、高速リンゴ交換なので、もう分からなくなっちゃう。クマもリスも猫の目もぐるぐるなっちゃう。こんがらかっちゃいました。笑ってんの一人だけだよ。いやー、もうでも、だってピロリの前では正解だもん。正解の前で説明するのほんとつらい。この中に正解は今千。じゃねえ。じゃねえよ。正解は何なん。ここ、なんでここなの。頑張れよ、そんなもん。誰だよ。まず優勝決めないとじゃないの。決まんの。おーちゃん、私が一番0点。おーちゃん0ポイント、0ポイント、0点、1点。じゃあいいよ、じゃあおーちゃんが1ポイントで優勝。はい、じゃあおーちゃんが優勝して、まーちゃんと同点。まーちゃん、おーちゃん、星2つずつ。はい、で、ね、これを半分にして分けて、高速欲しい回転数、高速欲しい回転、我々も高速欲しい、高速欲しい交換。我々はどうやって半分にすんのさ。だから半分、おちが言ってたこれ半分にする。いっせーので、グッドボタン、せーの、よろしくお願いします。今まで最大じゃんけんぽい。皆さん、グーを出しました。勝った人は明日高速リンゴ回転交換できるかも。我々も高速リンゴ回転回転、どういう交換だろ。次もひまわりチャンネル動画を見て、また会いましょう。ピロピの絵が地味にリアルやねん。全部クマだから、本能が出たから。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバイ。